お疲れ様です。即歌塾の久保です。今回はですね、FX と格闘技の共通点についてお話ししようと思います。今ね、こうブレイキングダウンとか、ライジンとかね、ちょっと昔だとガチンコファイトクラブみたいな感じで、やっぱり男の子の人気のカテゴリーっていうと、格闘技はどうしても外せないのかなと思います。まあ漫画でもね、映画でもね、 北斗の剣があったりね、私の好きな、イップマン、英雄剣があったり、それからジャッキー・チェン、ブルース・リーと、いつの時代も、強さってのは憧れであり、やっぱり自分のね、腕一本で何かを成し遂げたいっていう野望ってあると思うんですよ。さあ、そんな格闘技の世界なんですけども、やっぱり勝つ者がいれば、当然負ける者もいます。まあ最近でしたらね、朝倉美来さんって方がものすごくブレイキングダウンを中心に有名になりまして、 テレビやメディアでも YouTube でもものすごく人気です。引っ張りだこです。で、当然、給料もむちゃくちゃ高いですよ。いろんな企画を当ててるっていうこともありますし、ボロ儲けなわけですよね。まさに少年時代は暴力で人に迷惑をかけながら少年院にも行ってね、一般人の本当に何の罪もない人をなぎ倒してきて、それで今人生の中盤30代で 大ヒーローロなわけですから理不尽極まりないと思ってる人もいるかもしれませんでも憧れる人が多ければそういうふうになっちゃうんですよねじゃあそんな世界とね FX にどんな共通点があるのかなってことなんですけどもこれ一発で言うならばゼロサムゲームっていうところが共通なんですよね格闘技の世界で敵を倒しながら試合で実績をつけて それでファイトマネーをもらう格闘家の給料ってのはそういうところにあると思いますもちろんそうですよねでも毎日毎日試合があるわけでもありませんし試合によるダメージを回復もしなければなりませんそうなると普段は試合以外でお金を稼いでいく仕事をするってことになりますその活動が本を書いたりテレビに出たり なんかゲストに呼ばれたりとかイベントでなんか喋ったりパフォーマンスしたり、そして自分の教室を持って後輩の育成に当たったり、つまりは月謝をもらうっていう道もあると思うんですよ。FX どうでしょうか実際にトレードをするってのが実践の試合だとしたら、もちろん毎日トレードをしてお金を稼ぐってこともできます。でも、ゼロサムゲームって言いましたよね。 ゼロサムゲームってことは、格闘技と同じように、誰かが勝つってことは、その他大多数の人が負けてるってことなんですよ。格闘技の世界に入って、少なくとも1対1で戦えば、どちらかが確実に負けます。2度3度連続で負けると、もう試合のカードを組んでもらえなくなります。逆に勝つと、 他で勝った人との対戦カードが組まれて、さらに過酷な試合になります。とても体が持ちませんよね。でもそうやってチャンピオンが決まっていく、ランキングが決まっていくと思うんですよね。で、いつかはチャンピオンも引退して引きずり下ろされる時代が来るっていうところもあると思います。はい。もう一つの共通点です。FX は、 人に教えることによって、もしくは本を書くことによって収益を得る方法もあります。FX でそこそこの実績を残せたんだったら、その実績をもとにどうやったら勝てるのかというね、まあ、そんな方法論とかを論ずることでお金を稼ぐこともできますし、FX のことを覚えたい生徒さんを募集して月謝をもらうっていう方法もあると思います。これは特に FX や格闘技の世界に限ったことではなくて、 お料理だってね、料理教室なんてのは、実際に月謝でやってるわけですよ。ね。お料理の出来栄えで、それで売り上げを上げてるわけではありません。つまり、何かでことをなしたら、キャッシュポイントは、その人が望む通りに横展開できるってことなんですよね。いや、もっと別の展開ありますよ。FX で一回も勝てたことがない人が、 なんで FX が勝てないのかってことを勝てない理論をまとめてもちゃんとそれを売れるわけですよ。格闘技で全然うたつが上がらなかった人が格闘技で負けたその原因を100個ぐらいまとめてね人に話したり本を書いたらそれだけでも参考になりますからね。つまりどんな立場からでもお金を稼ぐことにつなげることは可能なわけなんですよ。だから必ずしもこの格闘技で 勝ち続けないとお金にならないってことではないですし、FX でトレードで勝つだけが収入源に限定されたもんではないってことなんですよね。で、そういった仕組みが分かっていれば、例えば FX でね、なんでトレードで稼いでる人が人に教えることでさらに稼ごうとしてんの実際にあんた稼いでないんじゃないのっていううな疑いっていうのは、ものすごく、まあ、時代遅れの質問かなっていうふうに思うんですよ。 ね。格闘技教室で人に教えてる人が格闘技で百戦錬磨ですかそうじゃないですよね。負けたこともあるし、優勝できなかったけども、例えば、ライジンに出場した経験がありますっていう人が、ライジンで優勝したわけでも、テレビに出たわけでもないのに、人に格闘技を教えるって道はあると思うんですよ。ね。求められればそこにビジネスが存在します。 要は、どのように求められるような自分を作っていくか、見せていくか、知らせていくかってことじゃないですか。まあ、このようにね、やっぱり格闘技と FX の共通点ってのが、ゼロサムゲームですよと、と、うん。誰かが勝つってことは、それ以外の人は負けてますよってことがゼロサムゲームなんですけども、格闘技もそうでしょ ?FX だってそうでしょで、何が言いたいかっていうと、ゼロサムゲームである以上、 勝つことは可能だってことなんですよ。ね。FX はゼロサムゲームだから絶対勝てないよっていうね、おかしなこと言う人がいますけども、いやいや、じゃあ FX100 人やって100人全員負けるってことあるんですかと。ね。誰かが勝つわけでしょ誰かが負けるわけでしょそれは、何の世界でも同じだと思うんですよ。全員が勝ったり全員が負けたりすることがない以上、誰かが勝って誰かが負ける。誰かが儲けて誰かが失う。 この仕組みってのは FX でも格闘技でもおそらくあなたが毎日通ってる会社でも同じです。ライバル会社が売り上げを減らしたりライバル会社が潰れたからあなたの会社が成り立っている。ね。飲食店でも同じですよね。ラーメン屋が潰れたってことはラーメン屋を潰すだけの人気ラーメン店がどっかにあるんですよ。ゼロサムゲームでしょはい。今回はそんな 格闘技と FX の共通点についてお話しました。で、もう一つ付け加えるなら、勝ちまくるギャラだけがギャラじゃないってことなんですよ。勝とうが負けようが、人の役に立つ、まあそういったね、情報発信ができれば、そこには必ずビジネスが存在して、お金の流通があるってことなんですよね。はい。じゃあ今回はこのぐらいにしておきましょうか。